管理栄養士の金高ゆりです。今回はとちあいかの見た目も美味しく食べられる切り方、さらにいちごに含まれる意外と知らない栄養素についてご紹介したいと思います。とちあいかはデザート作りに使うのもいいのですが、特徴である甘さを十分に楽しむためにはぜひそのまま食べていただきたいと思っています。今回はとちあいかのかわいい切り方をご紹介させていただきます。軽く水洗いをしたとちあいかのヘタを取り、いちごを横にして縦にカットしていきます。これだけで見てください、ハート型にカットできます。他のいちごのようにヘタの部分に V 字の切り込みを入れなくても、とちあいかは簡単にハート型にできます。見た目も映えて美味しいです。さらにチョコペンで顔を描いたり、ケーキに乗せても可愛いので、ぜひお試しくださいね。とちあいかは可愛いだけじゃありません。女性の皆さんに意識して取っていただきたい栄養素がたくさん詰まっています。ビタミン C はもちろんのこと、カリウム、マグネシウム、食物繊維、そして葉酸が含まれています。この葉酸は胎児が正常に発育するためにも、妊娠を迎える前から日々の食生活で摂り続ける必要があるビタミンです。女性の皆さん、ぜひ甘くて美味しいとちあいかを食べてみてくださいね。